山陽自動車道、かばさ高架橋、かばさ高架橋は、広島県東広島市にある、山陽自動車道を構成する自動車専用橋梁を、1987年度僕が学会田中賞、作品部門受賞、1986年完成、西条インターチェンジと、市はインターチェンジの間、市はインターチェンジ側付近に位置する、 東広島市の市は流通団地の東南端付近にある。橋梁形式は古代ローマの水道橋を思わせる鉄筋コンクリート製のアーチ橋である。橋梁とは一般に桁を中心とした上部口と橋脚などから構成される下部口の二つに分類される。この二つを密着、つまり橋脚の上には師匠と呼ばれる桁を受ける部材や、 そこから地震などで落ちないように、落橋防止装置、桁と桁あるいは桁と道路をつなぐ伸縮装置、など、つなぎ目が存在する。これらは、大きな地震が起きた際に弱点となり、耐震性の向上や老朽化などで、定期的に更新が必要な部材で点検にも維持、管理費がかかる。この問題を抜本的に解決する手段として、考えられたのが、この RC 三つる原アーチ橋である。 つまり、それらのつなぎ目を鉄筋コンクリートで一体化することによりなくした構造である。さらに、目地がなくなることで、走路性も向上し、景観の面でも評価が高い形式である。一方で、大規模な都下橋としては、無理なこと、橋脚数が多くなるため用地買収費及び基礎工費が多くかかるなど、場所によって不向きなケースが、比較的多く存在する形式でもある。 なおこの時期には、首都高速道路公団が、板橋区川口市間で、同じく日本道路公団が、長崎県で、村木橋と多景観連続 RC、三つる原アーチ橋を竣工しておりこれらも土木学会、田中賞を受賞している。ありがとうございます。